エイアワディー川流域に存在するピューの城郭都市の分布ピューとは、かつてミャンマーのエイアワディー川流域に居住していた民族集団である。本校ではピューの城郭都市についても述べる。ピューは多少で漢文資料の表、表などの表記、ビルマ語のピューに由来する。古くはプラと発音され、ハンリンタマインには微笑むを意味するプランに由来すると記されている。 自称は古文語のティルチュル。エイヤワディ川流域では、ダイエーキッタヤー、テイボーオン、ベッタノー、ワディー、マイモー、ハリン、ダガウンといった10世紀以前に建設された7つのピューの城郭都市が発見されている。城郭都市と周辺の地域に共通する出土品から、かつてエイヤワディ川流域では一大文化圏が形成されていたと考えられており、 その文化圏はピュー文化圏と呼ばれている。城郭都市の遺跡は、A やわり中流域にほぼ一直線に並んでおり、最南端の太平キッタヤーが最も新しい。1から2世紀から3から4世紀にかけて存続していたベータノが最古の城郭都市であるが、一部にはベータノをピューの城郭都市とみなすことに疑問を投げかける意見もある。また、 エイヤワディ流域以外にゲビルマの海岸地帯でもピューの城郭都市として同じ特徴を持つ遺跡が多く発見されている。ピュー族の言語は完全に解読されておらず、歴史や社会の研究の大部分は考古学的発見と他民族が記した資料に依拠している。東海王大百科には義牲の間に西南伊法士及び南中八軍士のある長ありて、曰く、 英雄、古のアイロなり、伝え聞く、英雄の西南の方三千里に標国あり、君臣、不死、徴用に、助あり、と、しかれども自然に見るものなし、と記載されており、死者の記述ではないとしながらも、三世紀に、ピューの存在が知られていたことを示唆している。進むに書かれた、歌謡国史南中市英雄群像では、五漢時代の英雄群に、 五漢時代の英将軍に古史が居住していたことが述べられており、これが最も古い時代のピューについて記録した文献だと考えられている。随所ではピューは主皇と記され、神道と交流を持っていたことが伝えられている。ピューの支配範囲について、新東所では東は陸神道を、西は東天竺、東南はドバーラバティ王国に接し、 南は海に面していると述べられており、シッタンカワイ島を除いたエイヤワディ流域一帯が、ピューの勢力下に置かれていた。7世紀に入ると、ピエー付近に存在したシュリークシェートラが大勢力となっていた。3世紀から10世紀にかけて存続していたと思われる、シュリークシェートラは7つのピューの城郭都市の中で、最大の都市であり、中国の僧である現状と議場の著書には、出立さ、 ツリ利札、ラという名前で現れる。シュリークシェートラの名前は、インドのオリッサ地方の都市の旧称に由来し、やがて、ビルマゴに転化して、ダイエーキッタヤーと呼ばれるようになった。8世紀に至ってもシュリークシェートラは、ピューの中心であり、18の属国を従え、9の常鎮、298の集落を有していた。 シュリークシェートラの遺跡から出土した石棺と骨壺の名文を解読した結果より7から8世紀のシュリークシェートラはビクラマという王刀によって統治されていたと推定されている7世紀半ばからピュー族の都市は雲南の南昌からの攻撃を受けるようになる南昌が唐の特層に基準した後ピューの王、陽教も唐への帰属を望むようになる要教は 南昌王、イムヒロの助言に従って、王族を党に派遣し、が、中国の詩人、シロキョイは802年に来訪した、ピューの使者が音楽と舞踏を披露する様子を見聞し、監視、評告楽を読んでいる。808年、9年に南昌の王は、ピューの君主を称し、上ビルマは、南昌の集奪にさらされる。年に、ピュの都市は南によって破壊され、 三千人の住民が宅東に連行されたと伝えられている。ハリンからは炭化した木片が出土しており、難傷によって放火された痕跡だと見られている。その後のピューの動向に関する記録は確認されておらず、エイヤワディ流域では旧世紀半ばから11世紀のパガゴアノーヤターの即位に至るまでの200年近い空白の時代が生まれる。 千年期に完成したビルマの建物のうち、ピューの建物と同じレンガが使われているものが50以上パガンで発見されている。この発見は経済力と軍事力を蓄えたパガン王朝がビルマで台頭する前にビルマ族とピュー族の間に接触があったことを物語っている。パガンはピューの集落を意味する。 ピューがマが添加した言葉だとする説があり、エイアマディエンに散在していた十九のピューの集落が、パガン王朝の原型になったとも言われている。伝承によれば、ピュー最後の王の老いにあたるタムダリは、ピュー族を引き連れて、シュリークシエトラから移住し、彼の女性であるピューソーティが、パガン王家の祖となったと言われている。ピューの城郭都市は、それぞれ独立した指導者の支配下に置かれていた。 大規模な都市国家の指導者は自ら王と位置づけ、インドのヒンドゥー教世界の君主制を模範とした、宮廷を構築した。官職の名前には、サンスクリットとパーリ語が使われ、パーリ語のマハーセナパテイに由来すると思われる、マカカクナが最小を指す職名として使われていた。しかし、君主崇拝などのヒンドゥー教の思想がすべて、受け入れられていたわけではなく、 神座部仏教の思想に基づく思想も見られる。ピューの城郭都市の支配領域は、それぞれの都市の内部に止まっていたと考えられており、大規模な都市と小都市の間に、主従関係が存在したかは、不明確である。ビルマゴの年代記では、シュリークシェートラとベッタノーの間に同盟関係が存在していたことが述べられている。乾燥地に居住するピュー族は乗馬の技術に長けており、 ほとんどの人間は城郭都市の中に居住していたと推定されている。ピューの言語はチベット1、2世紀頃に南インドの人間がゲビルマに移住し、300年頃に文字をはじめとするインドの思想、学問がピューに伝わり、ビルマ土着のな信仰や竜人信仰にインド伝来のバラモンの思想が混じり合った。ピュー族はブラーフミー系文字に起源を持つ。 独自のピュー文字を使用していた。ピュー文字はヒンドゥー教徒が伝えた文字が元となり、碑文にはインド西海岸のカダンバジオンが使われていると言われている。パガン時代の1112年、13年頃に奉納されたミア・ゼーディー碑文にはパーリ語、モン語ビルマ語とともにピュー語も刻まれている。1911年にイギリスの学者オット・ブラグデンによって ミアゼーディーヒブンの解読が心を見られ、ピュー語はチベットビルマゴ派に属することが判明したが、ピューの言語は完全に解読されていない。ピュー語が書かれた秘文はおそらくミアゼーディーヒブンが最後で、あり、他の言語とともに、ピュー語が刻まれた理由は判明していない。ピュー族がインドから取り入れた知識は、宗教以外に科学と天文の専門的な領域にも及んでおり、 ピュー族が天文学的な計算の知識を有していたことは中国の資料にも記されている。ピュー族の社会では紀元前544年を起点とする物理が使われており、物理624年に先生術の結果を重視した東文ダリー王によって西暦79年から始まる新たな歴法が使用されるようになった。638年に 同年3月22日から始まる新たな歴法がシュリークシェートラで使われるようになり、今日に至るまでビルマ歴として現代のビルマ社会でも使用され続けられている。9世紀の中国の詩人、白巨イは、監視、標国楽」で、ピュー族の下部を、タマら一部器シータブサソビエドを古戦劇、分身踊り玉、洋天聖宿、ユラハナカツラと総流蛇道と読み上げている。 その音楽は11世紀のパガン王朝にも継承され、パガン王、チャンシュッター時代の碑文には、宮廷の春光式で、ピュー族とモン族の歌舞と楽曲が奉納されたことが、記録されている。ダイエーキッタヤーに建てられた、ボーボージーブ仏を11世紀に、パガンで建てられた、シュエズイーゴンパゴダは、ピューの建築様式に基づいている。ピューの城郭都市は、方形、円形、 楕円形の城壁を持ち、城壁の直径は2から3キロメートルほどである。最大の規模を有する大イエ切ったヤは、東西4キロメートル、南北5キロメートルの城壁に囲まれている。主な建材はレンガであり、石やラテライトはほとんど使用されていない。レンガの表面には、指先や棒で平行する2から3本の直線や、曲線、あるいは対角線を描いた指、 ヒサシコンが見られるが、バガン時代以降の遺跡に指、ヒサシコンが付けられたレンガは、ほとんど見られない。ダイエーキッタヤーでは、ベイベイ寺院、パヤータウン寺院など5つの寺院が発見されているが、大半が風化している。城郭都市内の人家は、木造の瓦武器の家屋で、瓦の素材には、鉛鈴が使用されていた。4世紀以降、ピュー族は仏塔などの仏教建築を多く建立した。 都市の中心部には、城塞の跡と思われる、建築物が位置するほか、城壁の内外に、仏塔、僧院の跡が残る。大英切ったの城壁外の南西に立つボ、ー,ボージ寺仏塔は高さ47メートル、円周80メートルで、後世に建てられる仏塔と異なり、細やかな装飾は施されていない。坊坊寺仏塔の基部の南東には内部に通じる通路が存在し、 地面に文字が刻まれた多量の生物が発見された。建築様式、土台、建材として使われるレンガの大きさ、建築技術には、インド南東部のアンドラ地方との共通点がある。ムーンストーンズと呼ばれる、セイロン島のアヌラーダプラの建築様式が、ベッタノーとハリンの建築にも見られ、バウバウジー仏島は、セイロン島のパヤージーパゴダ、パヤーマーパゴダと同じ特徴を備えており、 ピューと正論党の間に交流があったと考えられている。ピュー族が混流した仏塔は11世紀以降に混流されるパガン王朝のパゴダの原型に。13世紀にパガンで混流された宋民寺寺院の構図の大部分は4世紀にベータノーで混流された宋院と共通している。ダイエーキッタヤーの仏塔はパガンのシュエズイゴンパゴダ、シュエサンドウパゴダ。 民ーディパゴダの原型となり、ヤンゴンのシュエダゴンパゴダにも受け継がれている。城郭都市の遺跡からは仮装した人骨を収めた、骨壺、極実銀貨、碑文が出土している。黒字の玉に白地の巨子紋や網目門を書いた飾り玉も出土しており、ビルマ北西部に居住する親族が同種のビーズを使用しているため、それらの飾り玉はチンビーズと呼ばれている。 菩薩像やヒンドゥ神の像も出土しており、神座仏教、大乗仏教、ヒンドゥー教が、ピューの間で信仰されていたと考えられている。ダイエーキッタヤーからは、弥勒菩薩と観音菩薩を脇地とする、シャカムニ像、ガルダに乗った、ビシュヌ、ボンテン、シバトラクシュミーの。ダイエーキッタヤーから出土したブロンズ像は、丸みのある顔、高い鼻、つり上がった、長い眉、タンクながらも、 両感のある全身に特徴がある。また、仏像や心臓以外に、学人や舞踏家の像も出土している。佐賀院西5 0キロメートルの民務付近、兵防衛東8キロメートルの弁ンナ海帯、栄アワディ西岸の民部から、ザグーにかけての地域で、ピューの城郭都市の出土品と同様のものが集中的に発見されている。 ピュー族が鋳造した銀貨乾燥地に位置するピューの城郭都市では広範囲に及ぶ水田の工作と安定した米の収穫は困難であり、水道作、畑作、牧畜を組み合わせた自給的な経済システムが存在していたと考えられている。それぞれの城郭都市で自給体制の確立を目指す開発が進められ、一方で不足する食料を補うために、 城郭間で相互に交易が行われていた。ピューの城郭都市はいずれも尾行地や丘陵のふもとに位置しており、城郭内で水田工作を行う環境は整っていなかった。ピュー族は水を得やすい、天水田や氾濫原、消火性やため池を利用する考えを利用して米を栽培していた。植民地時代前に建設された上ビルマのダム、ウンが、 堤防などの治水施設に用いられている技術は、ピュー時代とパガン時代に起源を有する。また、米の他に綿花、豆類、アワ、オアワ、砂糖キビなどの作物が栽培されていた。ピュー族の上郭都市からは、直径3センチメートル、重さ約10グラム、あるいは、直径2センチメートル、重さ約2.5グラムの2種類の銀貨が出土している。 銀河の大半には表面に玉座か、朝日、裏面に、吉祥天の館であるスリーバスサが刻まれているが、玉座と朝日の意味については判明していない。A ディ流域にとどまらず、ピュー族の朝日銀河は、チャオプラヤ流域、メコン川下流域、台南部でも出土している。ピュー族の交易の範囲はピュー文化圏の外にもいたり、炭水イルカ、ガラス、瓶などが輸出された。 メン布はピューの特産品として知られており、フナンやドバーラバティ王国などの国にも輸出された。また、南北朝時代の中国で書かれた広シには、ピュー族の国では織物の他に香料が産出されることが記録されている。当初はピューとフナンの間で交易が行われていたが、やがて信仰のドバーラバティ王国が交易に参加するようになり、 旧世紀以前にはすでに、エイアワディ流域、チャオプラヤ流域、メコンカ流域で、アサヒ銀河を介した交易権が成立していた。しかし、エイアワディ下流域を抑えるドバーラバティの対等によって、ピューの交易路は制限され、チャオプラヤ、台湾を通した交易に打撃を受ける。ピューの没落に伴って、極日銀河を介した経済権も崩壊し、 851年にゲビルマを訪れた旅行家スレーマンは、議員家ではなく小安貝が貨幣として流通していたことを伝えている。2014年の第38回世界遺産委員会で、ピューの城郭都市の遺跡のうち3件が、ピュー古代都市群としてユネスコの世界遺産リストに登録された。構成資産はハリン、ベータのシュリークセイトラーである。 世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議からは価値の証明の不十分さなどを理由とする登録延期勧告が出されていたが委員会審議で逆転登録を果たした。ミャンマーにとって初の世界遺産リスト登録物件であり、これにより同国は161番目の世界遺産保有国となった。登録名称の日本語訳はピューコ大都市群のほか、 ピュー族の古代都市群、ピュー王朝の古代都市群などとするものもある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。適用基準は、東南アジアにおける初期の仏教伝来をはじめとする文化交流の霊障であることや、城郭都市の技術史上の意義などに対して適用された。ありがとうございます。